1689年仮議会とは、1689年1月22日から2月12日まで開かれたイングランド議会である。ジェームズ2世の退位とウィリアム3世及び、メアリー2世のイングランド及び、アイルランド王位への即位を宣言した。1689年3月には、スコットランドでも議会が開かれ1689年権利、主張法が制定されて、 スコットランド王位も、ウィリアム3世とメアリー2世に授与されることが確認された。ウィリアム3世1690年頃、作者不詳名誉革命直後、亡命中捉えられた、ジェームズ2世とウィリアム3世がロンドンに近づくと、ロチェスター博、ローレンスハイドは世俗貴族や聖職者を召集し、彼らは1688年12月12日、 イングランド暫定政府を発足した。ジェームズ2世は12月16日にロンドンに戻り、翌日ウィレム3世がロンドンに到着すると、事実上の囚人となった。その後、ウィレム3世はジェームズ2世の再度の亡命を認めた。ウィレム3世は事実上の王として王位を拒否し、代わりに1 6 8 8年12月21日、 暫定政権とは別の貴族の会議を招集した。12月23日、ジェームズ2世はフランスへ到着した。12月26日、貴族たちは1685年に、ジェームズ2世の忠実な議会として選出された議員たちを無視して、先代チャールズ2世一世下のオックスフォード議会の生き残っていたメンバーと合流した。第2代ノッティンガム博、ダニエル・フィンチは、 条件付きで、ジェームズ2世の復権を提案し、サンクロフト大主教にも指示されたが、その考えは却下され、代わりに、議会は、ウィリアム3世に、本会議の召集を依頼した。メアリー2世1677から1680年頃、ピーター・レリー作1689年1月22日、仮議会が開催された。議会は、 ジェームズ2世が何らかの形で王位を退位したのか、あるいは放棄したのか、そして誰が王位を承継すべきなのかについての議論に長時間を費やした。ホイック党は社会契約論に言及し、ウィレム3世一人が王位につくべきであると主張した。一部の求心的なホイック党員たちは共和国政を支持したが、大半の者たちは限定された立憲君主制を主張した。 トーリー党は、ジェームズ2世の摂政としての復権、あるいは、ウィリアム3世の妻、メアリーの単独での女王即位を支持した。サンクロフト大主教と彼に忠実な主教たちは、ジェームズ2世が条件付きで復権することを望んだ。1月29日、イングランドは、プロテスタント国家であり、その教徒だけが大いにつけることが決議され、カトリック教徒たちの主張は排除された。 ジェームズ2世は、ローマカトリック教徒だった。2月の初めまでに、下院は、ジェームズ2世が、退位し、王位が空位であることに同意したが、上院は、古文堂によるとその取り扱いは不明であるとして、退位を否定し、たとえ王位が空位であってもその場合は、自動的に次の代に移常されるべきであるとして、メアリーの即位を示唆した。しかし2月6日、 メアリーもアンもウィレム三世に代わって統治することに同意しないことが明らかになったため上院は諦めた。妥協案として上院はウィレム三世とメアリーが二人とも大いにつくことを提案し、会員はウィレム三世だけが法的な権力を握るという条件で合意した。議会はジェームズ二世の治世下での国家権力の乱用に対処し、 プロテスタントの心境と自由を確保するための権利宣言を策定し、2月12日に確定した。2月13日、ウィリアム3世はウィリアム3世として、メアリーはメアリー2世として、イングランド及びアイルランドの国王と女王になることが宣言された。王冠の受け入れは、権利宣言によるものではなく、彼らが法に従って国を統治するという前提に基づいていた。 1689年2月23日、ウィリアム三世は議会を解散させ新しい議会を招集することで、この会議を定例議会とし、1689年、王位及び議会承認法を可決成立させることで、この仮議会の決議を正規のものとした。1689年仮議会は13植民地で模倣され、移行の道具として、 その利用がより受け入れられるようになり、頻繁に使われた。最も有名なものは、アメリカ合衆国憲法が制定された1787年のフィラデルフィア憲法制定会議である。ありがとうございます。